何はコラリアーズは大阪府を本拠地とする男性合唱団。略称、何コラ。創立以来の常任指揮者は伊藤恵氏。1993年、爽やかにかっこよくをモットーに出身団体や経験、キャリアの垣根を越えた男性合唱団として創立された。1999年の第52回全日本合唱コンクール全国。 大会一般部門に関西支部代表として初出場で金賞を受賞。以後10年連続で金賞を受賞。2003年の第20回記念宝塚国際室内合唱コンクールでグランプリを受賞。2002年に長井賞受賞。平成期における男性合唱福建の立役者の筆頭角であり、何コラの活躍以降、コラリアーズを名乗る男性合唱団が、 全国各地で結成されている。もっとも結成当初から順風満帆だったわけでは、決してなく実際結成翌年の1994年の全日本合唱コンクール関西大会では、小なしに終わっていて、何こらの活動過程と平成期の男性合唱復権の動きはまさに清一、にしている。選曲については、スタンダードな合唱曲や親しみやすい。 愛称曲はもちろん、男性合唱のレパートリーを開拓しようと、新しい曲にも意欲的にチャレンジしております。としていて、黒人霊歌やただ竹彦作品を得意としているが、その一方で、ともすれば、画一的で工夫のないように見えた、男性合唱会を活性化させようと、コンクールの自由曲には、当時あまり知られていなかった、北欧の曲や世界各地の珍しい作品を、 意図的に取り上げた。10年連続金賞を機に、コンクールへの参加を取りやめてからは、年1回の定期演奏会のほか、独自の企画による演奏会に力を入れる。また、各地の合唱団に招かれてのジョイントコンサートや、海外演奏の機会も多い。ありがとうございます。